はい、犬山劇場の始まりでございます。拍手。しかしまだまだ残暑が続きますね。さてあなたならと思いご案内を申し上げます。着ぐるみをご用意の上お集まりいただけないでしょうか。フラメンタル in 須崎を開催いたします。教えるよ。そんなこと言われると
ンタルだけじゃなくフィジカルも試される。それがフナメンタル俺なんだね。ね、なんて恐ろしいんだ。それでは今回2度目のアウトなのでフナッシーさんには罰ゲームを受けていきます。今はそんなの全然聞いてないらしい。どこから襲いかかってくるか分かったもんじゃないってわけか。ちょっとみんなも気をつけるでしょ。あいつが悲しい。どこだすごい。どこにいるんだよ。怖い分からない。みんな分かるから教えてくれ。どこだ。新庄君後ろ。の大好きな生ハムの匂い。生ハム！なんだって？もはや誰も覚えてないだろうけど、ウィキペディアにはしっかり書かれてる新庄君の大好物生ハムだって。そうだったの？そしてワロタスグルちゃんの持っている梨は高知県須崎市のお隣佐川町で栽培された新高。なんだって、高知県佐川町といえば DJ 新庄君の声を担当している小野大輔さんの出身地じゃないか。現在帰省中らしいぞ。明日イベントらしいぞ。さっき募集って LINE が来たんだ。しかもあれだ、新高といえば新潟と高知の梨を掛け合わせた甘くて果肉の柔らかい品種梨よ。ミルコフルールちゃんの削った生ハムをワロタスグルちゃんの梨に巻いて食べると、これはなし汁ずっしゃー。
そうでしょ、そうそう、たまにはもうマンボウからのポチケツとかも合わせが飛び起こるからちょっと言ってみようか、せーの、マンボウどうなのポチケツ、イエーイ。ケボはそんなにマンネリって言われようとも鉄板ネタを貫き通すメンタルの強さがきっとフナッシーの人気の秘密なんだね。そうですね、それじゃあ最後にいつものあれ行くでしょ、みんな準備いいですか、待ってました、せーの、ナッシー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 ナッシでしたが、謎の天の声は中谷和弘くんと林凛子ちゃん、さらにスペシャルゲストのふなっしー、楽しかったですか、楽しかったですか、そしてそして今日の主役しんちょうくん、ほんでミルコ役のスパンキーとワルタスグリ役の金ちゃんもありがとう。それではこの後はエンディングに突入しますよ。